佐賀江亀広は、室町時代から、戦国時代の武将。佐賀江氏12代。佐賀江城主5代。佐賀江元高の次男として生まれるが、長兄佐賀江工獣の死により佐賀江氏を継いだ。高重の没年が不明のため相続時期は不明。王永20年大沼大公院の本社を再建したという。伊達氏は、王仁元年から文明4年までの間に、 国武士を三度攻めて和睦するが、この争いに際して、佐賀江支所流の白岩光教は、国武士を支援した。文明十一年伊達氏の信仰を受ける。この時一族内で結束に、乱れがあり、ジオン寺弥六堂に聖書を収めている。この時は、寒さにより、寒化を交えず撤退した伊達氏だが、翌文明十二年春、再び攻め寄せる。所流の左、沢氏。 溝信氏と共に、伊達軍を、佐賀総奥深くに引き込み、伊達川大将氷張間守衆議を打ち取って、撃退した。同年氷張間守の子息が、最上み氏に仲介を依頼し、母弟を弔う自習松蔵寺が、自音寺近くに開かれた。文明18年9月8日に墓師跡を、佐賀江智博が継いだ。佐賀江市市大江市並びに関連資料 P100 に。 安中坊系ぼ大沼いふ院系図、佐賀江市い江市並びに関係資料 P196。父及び、祖父の生前なので、疑問も残る。宮城県史復刻版、第1巻389ページ応任2年熱園京に、ある年具ご関文の滝の在家及び2巻500分の在家一境を与えた。角川日本地名大辞典松蔵寺、関園書。 佐賀市市大江市並びに関係資料 P40、最上院本を得ていず、ありがとうございます。